これから競技プログラミングをやるぞ。ってなったら、何をすればいいの？という話をする。競技プログラミングって何？って人は、前回の動画を見てほしい。プログラミング自体の経験がなくてもいい？もちろん。むしろ、プログラミング経験がある人は、不要な話だと思ったら適宜飛ばしていいぜ。じゃあ早速、根本的なことを聞くよ。スマホでできたりしない？プログラミング未経験者なら、ノー。経験者なら、理論上はイエス、現実的にはノー。画面が小さすぎて話にならない。まあ、不可能でないことは確かだが、曲芸の一種という扱いが妥当だろう。パソコンを買わないとダメってこと？イエス。ハイスペックなやつじゃないとダメ？ノー。標準的なスペックでいい。標準ってどんな感じ？ CPU は Core i3 から i5、あるいは Ryzen3 から5。メモリは 8GB、ストレージは SSD、容量は不問。ってとこ。詳しくは、PC 選び専門のサイトを見てほしい。いくらぐらいするの？メーカーの直販サイトでセール品を買えば、6万円前後。メーカーの直販サイト？間違っても家電量販店や大学生協では買うな。なんで？高すぎる。この先は専門家に任せるが、パソコン関係でもう一つ話がある。何？タッチタイピング。キーボードを見ないで打つってこと？画面から目を離さないとタイプできない。という状態なら、まずはタイピングの練習に専念するべきだぜ。どうやって練習するの？何でもいいが、有名なゲームを挙げておく。わかりやすいね。水に打てさえすればまず十分だろう。ちなみに、記号や数字は、実際のコーディングが多分一番練習になるぜ。言語によってよく使われる記号が少し違う？それもある。タイピングについてはこの辺で。競技プログラミングの始め方。だっけ？話が2点3点したが、ようやく戻ってこれたぜ。まだプログラミングしてなかったね。ということで、言語選びの話をしなければならない。さっきのコードを見ると、Python が楽そうだけど、その辺の話をする。まず、プログラミング経験者へのおすすめから、競技ではデファクトスタンダードの C++、2番手の Java、C++ への新たな挑戦者、ラスト、Java の宿敵、C#、何でもござれの Python。このうちどれかの経験があれば、それでいい。複数あったら？先に挙げたものほどおすすめ度が高いが、絶対一番左を選べってほどではない。特に、真ん中3つは来年入れ替えるかもしれない。この中に経験済み言語がなかったら？特に事情がなければ C++ をおすすめする。未経験者向けに移るぜ。二つ質問があり、一つ目は、競技以外のプログラミングに興味はあるか？ノーなら、C++ で確定。イエスなら、2問目。途中でメイン言語を変える手間を許容できる？イエスなら、まず Python で始めて、慣れてきたら C++ メインに移ることを勧める。ノーなら、最初から C++、かな？もちろんこれに従う必要はないが、興味の対象が強プロであることが明確であるか、途中で言語を変える手間が鬱陶しい場合は、C++ 一択に近い。ところで、C++ って難しいって噂じゃない？そうかもな。なんでそんなのが初心者におすすめなの？競技にしか使わないなら、そういう話はあまり気にしなくていい。でも、コードは C++ の方が長そうだね。それは正しい。なんで C++ が一番よく使われてるの？これを見てくれ。時間20倍差がついちゃってる。Python は、実行速度が強く求められる場面に弱い。実行速度だけでなく、競技向きの効率的な標準ライブラリも、C++ の方が豊富。コードの長さは、C++ の方が倍近くあるね。あと、実行速度が強く求められる問題は、入門段階では存在しない。まとめると、最初のうちは C++ のメリットがあまりないけど、次第に大きくなるってとこ？先日見れば全ては場合によるが、中級以降の段階では、Python は論外という状況はあるが、C++ は論外という状況はないぜ。C++ だと解けない。っていう問題がないのはいいね。言語選びの話は以上。実際に言語に入門する段階に移るぜ。と言っても、すでに無料教材がたくさんあるから、それらを紹介して終わりにする。これは、例のドリンクの問題と同じサイト？だから、C++ を強プロのために学ぶなら、ここで問題ないはずだぜ。Python の場合は？ Python 入門とかで Google 検索してほしい。最低限の基礎さえ身につければいいから、どの入門講座をやっても問題ないだろう。本が良ければ、それでもいいぜ。で、言語を選んで基礎をやったら、次は？簡単な順に問題を解いていく。今表示しているサイトは、例のコンテストサイトの問題を、簡単な順に並べたりするのに便利だぜ。緑になってるのはもう解いた問題かな？左上の欄にユーザー名を入れるとこうなる。例の問題もある？これ。見覚えがあるね。表の中の丸にマウスポインターを置くと、統計的に推定された問題の難易度が表示される。23、意味はともかく、大きい方が難しい。226、さっきのより難しそうだね。これを頼りに適当にやってもいいが、全問題を難易度順に並べ替えることもできるぜ。どうやって？上の方のリストをクリック。今回は簡単なのを見たいから、0をクリック。ディフィカルティと書かれたマスを2回クリック。最低難易度は4かな？ああ、せっかくだし全部表示するか。すごい問題数だね。当面の間は、ここの問題だけで十分なはずだぜ。全部やるべき？いや、このレベルは、難易度の幅に比べて問題がかなり多い。全部やらなくても経験値が十分貯まるってこと？だから、もっと難しいのをやりたくなったら、0のリストがあまり埋まってなくても、400のリストにも手を出していいぜ。その頃には、始めたばかりとは言えないかも。ということで、始め方ガイドはそろそろ終わり。問題を解いて手詰まったらどうすればいい？まず、問題には公式解説が付属するぜ。コードの例もあるんだね。入門段階では、多分これだけで十分だが、無料の教科書も紹介しておく。英語、和訳もある。すごいボリュームだね。本格的なアルゴリズムの話の前に、数学とかの前提知識の紹介もあるから、その辺が不安なら、第一章を読んでほしい。それ以降は好きなペースでどうぞ。最初から全部読まなくていい？読まなくていい。話の流れ上今この本を紹介したが、例の初心者向けコンテストの最初の2問は、アルゴリズムの知識がなくても解けるから、その段階では多分出番がないぜ。さて、これで今日プロを始められると思うから、次回から問題を解く話を。あのさ、なんだ？ VS コード足す WSL だっけ？それ、どうやったら使えるの？ああ、次回は環境構築のデモするか。その次からは本当に問題を解く話に入るぜ。よかったらチャンネル登録お願いします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。